した。日本嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。トッシで、うん、イエーイ。トシ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 。さあ、ということで本日も、都市伝説に詳しい方にお越しいただきました、はい、ドケズラさんです。都市伝説に詳しい人はね、危険な場所をよく詳しいということで、今日は世界の危険な場所参戦、これをやっていきます。危険な場所ね。いや、本当にこれ俺好きなんですよ。あ、そうなの。ナオキマンでよく見てます。危険な場所って本当に危険でたくさんあるらしいんですよ。そうだね。未だに入れないところがやったじゃん。センチネル島だっけ。あーやったね。ああいうとこがまだたくさんあるんですよ。いっぱいいろんな危険があると思うんだよね。やっぱ人系の危険とか、犯罪系の、治安が悪い系の危険とか、命を落とす系の危険とか、はい、今日は命的にヤバい危険な場所を探せてのヤバいじゃん。はい、ここに足を踏み入れたらあなたの人生終わってしまうかもしれない。なるほど。という感じでございます。 お願いいたします。それではまたいたしまう。こちらのね、はい、画像を見てください。綺麗よ。ジャパン、ジャパン、ジャパンじゃないね、これね。あー、よかった、俺日本つまんねえからよかった。何これ、めっちゃ綺麗。あ、ナイアガラ惜しいっすね。違う、違いますね。バイアグラ、バイアグラ、やめろやめろ出ろ出ろ、ね、いい感じでインフムな、それめんどくせえから。ここ行ったやつ全員ブッキシサングリア、サングリア、違う、ビクトリアの滝。惜しかった。おーしめちゃめちゃ惜しいやん。惜しかった国境でございます。ザンビアとジンバブエっていう国の国境です。こちらはこちら幅が1.7 キロあります。さんで高さが106メートル約ていう。わざわざここ行く人 いるの。いますよ、それはもちろん。ここめちゃめちゃ有名な観光スポットです。なるほど。めちゃめちゃもう水がすげえ勢いでもう進んでいると。はい、うん、これ超竹じゃないですか、うん、こちらね、10月から12月になると乾燥してめちゃめちゃ干上がります。おお、その画像がこちらです。うわ、新築綺麗、すげえ、めっちゃ新築、超いいじゃん。新築じゃん。住みたい住みたい住みたい、住みたいは嘘やろ。最初の地でしょこれ。RPG の最初の地。この期間にだけ入れるプールというのがあって、そのプールがめちゃめちゃ危険な場所なんで。なるほど、やばいでしょ。そのプールの名前がね、デビルズプールというもの。名前がね、もういかにもな名前じゃないですか。二流映画みたいな名前だ。そちらの画像がこちらです。えっ、ーこれがデビルズプールです。デビルでしかねえし。デビルさん、デビルさん、デビルさんじゃないです。デビルさんがいるから。デビルさんとズさん。いや、デビルさんとズさんがいるからデビルズプールなんじゃなくて。なるほど。こうなったらそれ、あの、見てガッツリ押さえてる。こちらはなんとね、5000円で入ります。安っ意外と安く入れる。危険だから、まあ危険だから安いっていうか、まあ普通に安いんだよね。いや、別に安くはない。普通にプールでしょ。ああ、うん、年間どんぐらいいなくなってんの。落ちちゃった人もいるんだけど、はい、そんないないっす。これは落ちるかもってだけ。落ちるかもってだけ。まあ落ちた人もいるんだけど、でも意外といないんですよ、こんなめっちゃギリギリなのに。これなんでかっていうとね、ここを覗き込むとまたなんかプールがあるんですよ。ああ、なるほど。そう、この後に中央あるんだ。そう、めっちゃ崖あるけど、一応プールみたいなのがあるから、まあ、まあ意外と安全っていう。なるほど。二つ目がですね、はい、ミャンマーですね。ミャンマーのラムリー島という島ですね。第二次世界大戦中の、まあ、相当昔よね。イギリスですね、これは。どれ出てる。デビルいないから。で、これはそのイギリスのだから艦隊ですよね。おお。で、まあ周辺にいると。じゃあ、ちょっと予想してほしいかな。何どう危ないか。どう危ないかっていうのを予想してほしい。この時代背景を考えた上で。ああ、わかった。来た。魚雷がめっちゃ眠ってる、まだ。不発の爆弾が。魚雷、おー、いい考えです。違います。UFO 飛んでる。UFO 飛んでないです。毒素がまだ余ってる。あ、その時代背景ね。そう、よく考えてね。正解言います。ワニがめっちゃいるでした。お前が超スタイル。どこが時代背景だよ。めちゃめちゃおるやん。めちゃくちゃいる。でもこれふざけた感じで僕喋ったと思うじゃないですか、うん、これ本当に時代背景絡んでるんですよ。まさか。おっ、捉えたやつをそこに放り投げて壊すみたいな。ああ、
でもニアだね。この時ね、ラムリー島ってね、はいはい、めちゃめちゃね、資源が美味しい島だったっていうことをね、まず頭に入れて出ました、出ました。そう、だからこのラムリー島を巡ってもういろんな国でこの土地が欲しいって言って争ってる時期なわけ、うん、で、日本も欲しい、イギリスも欲しいってなって、日本とイギリスでもうこの島でもうバチバチに戦争戦うわけですよ。まさか日本が相手なんだ。あ、そう、日本です。で、結構膠着状態が続いたわけです、1ヶ月ぐらい。だけどだんだんイギリスが優勢になってくるわけよ、うん、で、イギリスがどんどんこう島の中心に日本を囲んで逃げれなくすると。で、どんどん中心に追いやっていくと。でも、この島の真ん中ら辺ってワニがめっちゃいる。ちなみにこのワニっていうのはクロコダイル。ワニの中でもクロコダイルじゃないです。ワニの中でも特に強いと言われてるイリエワニ。そう、俺も今言おうとしてる。ガチ。アナコンダ取っちゃうやつ。いや、それマジアナコンダ強い。アナコンダマジ強い。いやワニの、で、なんでワニが強いかってちょっと補足し、デスロールっていう技があるんだよ。あー、ワニが噛んでくるからね。それがあるから強いんですよ、ワニは。イリエワニは。で、こいつが一番早くバンってやるらしい。行くらしい。ワニって、噛む力、どういう力、一番強い。一番強いんだけど。え、カバーより強いの？カバのが強い。カバじゃない。カバ一番強い。じゃあそれは動物界で一番噛む力が強いですよっていうこと。で、噛む力はクソ強いんだけど、開ける力は超弱いからワニ。だからみんなテープの口に巻いてる。そう。で、まあワニ雑学はまあいいんだけど。中心地にはこのワニがめちゃめちゃいると。日本人それ全然知らない。知らなくて。日本人知らない。いざなわれた。そう、イギリス人は知ってた。うわ。だからわざと中心地で追いやっていった。で、めっちゃ食われたみたいな。で、約1000人ワニにやられた。日本兵がね。1000人。今もワニがいるってことでしょ。これね、それがおもろいことに今いないんすよ。いないんだ。で、これ少なくなっちゃった理由っていうのもね、ワニ側。ああ、そういうことか。そういうことです。ああ、そういうことか。おっせえな。ワニ側ってそう、川なのか。川。ラスト一つ、こちら中国にございます。あー、もう危ない。一番行くやん、中国。もう危ないもん。その名称が火山と言いましたね。こちらがね、え火山なわけなんだけど、え標高約2000メートルと言われておりますね。で、めちゃめちゃまあ絶壁にあって、すごい険しい場所にあるから、世界一参拝するのが危険なお寺って言われております。寺なの。このお寺でございます。要は年間に80万人の観光客がここに訪れると、うん、で、年間80万人行くんだけど、年間100人が亡くなっています、この場所で。多いな。めちゃめちゃもう柵とかもあって緩やかに登れてるイメージあるでしょ。うん、これここまでに登るのがもうアホみたいに大変。あ、アホまでがもうやばい。そう大きく分けて3つの難所があって、うん、まず麓からある程度登るまで、まあ、3、4時間ぐらい歩かなきゃいけません。まず、うんうん、段階2つ目、階段がめちゃめちゃ危ない。こちらです。ええ、こちらでございます。これ階段です。てか角度がやばすぎて、もう死ぬね。ほぼほぼ垂直の壁を登ってる感じや。バカでしょ。もう見て思い出した。ああ、思い出した。そう、見たことあると思うわ。これ、ね、ニュースでやってた。めっちゃ細い道あって一人しかもう行けないみたいな。そうとかあるやつでしょ。もうね、それが第3の難易度。おう、難易度。難関でよかった。もう一回言い直して。第3の難易度はもうね。第3の難関、テリーが今言ったこれ見て。これくっそ狭い。てかもろくない？足場。いや、もろいよ。そう、これ何がやばいって、これオール袋一緒なんだよ。そう、だから帰ってくる人も渋滞するの、こうぶつかるから、それをこうやって頑張って。そうで、まあここでもね、そのまあインスタ撮ったりとか TikTok 撮ったりとか、まあそんなんで結構映えるわ。まあ動画撮ったりする人います。で、さらに俺一回その YouTube で見たんだけど、命綱なしで渡ってるやついました。やばすぎ。何かな。そう、もうね、もう GoPro 持ってさ、こうやってもうフォーとかやってるわけよ。フォーって。うわ、やばいでしょ。というわけでね、今日はこれだけ危険な場所。うわ、運動部かお前ら。うわ、めっちゃ運動部やな。やっぱね、これだけね、やっぱ危険な場所とね、分かっておきながら。オール・オブ・ザ・ワールド。そっちに紛れてる。オール・オブ・ザ・ワールド。めっちゃ人気なわけですよ、こんな危険って言っときながら。だからやっぱ人間っていうのは、やっぱりね、やっぱ怖いもの見たさっていう欲望がね、働くわけですよね。これらの場所に行ってしまう原因っていうのは、やっぱりそういった人間のね、欲求に起因するものではないでしょうか。行くか行かないかはあなた次第です。決まりました。
ありがとうございます。ね、ちょっと信じるか信じないかもあるから、ちょっと行くか行かないかに、ね、ちょっとしてみました。あ、してみた。そう、ちょっと今こう震えてたね。次なんかもっとさ、人間的に怖いとことか、霊的にとかさ、呪われたとかのやつお願いします。お願いします。お願いします。OK、入りました。で、皆さんもね、怖い場所参戦学びたいなという人は、チャンネル登録とチャンネル登録。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、何に登録したい。高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。チャンネル登録1万5000を超えたら、ヤバいところシリーズ2000、参戦2回目やっていこうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあもう一回あれやって、あ、行きますか。行くか行かないかはあなた次第です。震えてる。